なんで、ともちゃん。逃げたりするのよ。でも、ちゃんと謝れば。許してもらえたかも。知れないじゃない。それを言うなら勝率記録が、じゃない？だって一回だけ捕まったことあったもん。あったよ。小学校の近所のあの大文字じいさんのお城みたいな豪邸に忍び込んだ時。今ではあの豪邸も他人の手に渡っちゃってるみたいだけど、とにかくそこにいつものともちゃん、あやちゃん、ゆえの3人で忍び込んで、そしたらいきなりともちゃんは何を思ったのか、庭にあったプールのように広大な池の中に飛び込んでいって、時価何百万円もする錦鯉をとっつかまえ始めたの。それからその捕まえた鯉を近くに落ちてたゴルフクラブに紐だか針金だかなんだかで結いつけて、んでそれを振り回しながら、バイバイリアル鯉のぼりなんて言ってはしゃぎまくって、町内中を駆けずに回った挙句、最終的には近所の人に通報されて、あっけなく御用になったと。思い出した？ね？そうだったの？感じてないでしょ。やっぱりね。
はい、いつものドリアンセットね。バレちゃった？パンダイサービスしてまでやった捨て身のジョークよ。アンパンのお金でドリアンパンを食べられるんだから。お客様、ご一緒にタバスコプリンはいかがですか？こちら新製品になっております。いらっしゃいませ、こんにちは。それはそうと、ちょっと放課後来てくれないかな。そうそう、放課後。ちょっとだけ頼みたいことがあるんだ。そんな、ほらパン取っといてあげてるでしょ。ちょっとは恩返ししなさいって。じゃ、今度は頼んだからね。約束ね。お目覚め？どういう意味よ。誰が赤ん坊で、誰がお母さん？止めて欲しかった？まあ、私が母親だったとしても、三上くんみたいな手のかかる子は勘弁してほしいな。近所に知れたら、次の日には引っ越さなきゃいけなくなりそう。ま、冗談はともかくとして、もう少しだからちゃんと起きてなよ。ずいぶん気楽な態度じゃないか。うん、それで俺を欺こうとしているわけだな。またまた、そんなこと言って、本当はちゃんとテスト勉強してるんだろう。
お前に話した俺がバカだったよ。なんだよ、まだわからないわけ？じゃあ、お前、中間テストのこと忘れてるだろ。やっぱり忘れてたろ。いきなりどういう意味だ。まったく。まあお前と違って今回の俺は一味違うというところを強調させておきたくてな。聞いて驚けよ。なんといっても昨日から一日1時間は家で机に向かってるからな。お前にだけは言われたくないって。いや、俺って1学期の成績悪かったからさ、これ以上ひどいと小遣い下げられるんだよな。まったくひどい親だよ。はあ、うちの親も海外なんかに行ってくれると助かるんだけどな。ホームルームが始まるな。
静かにしていただけますか。図書室は静かに読書をする場所です。それでしたら奥に机がありますので、そちらへどうぞ。図書室では静かにしてください。三上くんですね。前に自己紹介していました。どういったご用件でしょうか。持っていません。持っていません。
本ならあります。読み終えるまで待ってくださいませんか。はい。